どうも、ボン吉です。夜でも暑いです。非常に暑いです。一応30度は切っているとは言いますけどもね、私の町エアコンがついてないんですよ。まあ車に興味ない人はなんでエアコンついてないんだろうなって思う方はいると思うんですけども、全ては車を軽くするためです。軽量化です。軽量化をした先には何があるかというと、車が速く走らせることができる。単純になんですけども、車を軽くすると加速も減速もコーナリング性能、要は車の動き全体が良くなるんですよね。ただし軽量化のためにエアコンを取っ払うっていうのはですね、もうほぼ最終手段的な感じです。ナンバー付きの車はですね、取らない方がいいですね。エアコンがないとですね、やっぱりかなり不便ですよ。まあそれだけの覚悟を持って取っ払ったわけなんですけども、全てはですね、サーキットでコンマ何秒をですね速くなるために、まあ軽量化の一つですね。まあチューニングする上での、他にも内装がなかったりとか、あと鉄の部分を軽量な FRP だったりカーボンのパーツに置き換えたりとかってしておりますね。軽量化をする上でですね、大きく2つあるんですよ。物を取っ払うか材質を変えるかっていう。でやっぱりコストを抑えながら軽量化をすることを考えると、一番にやっぱりあるものをなくすというのが一番手っ取り早くて安上がりなんですよね。でやっぱり一番お金がかかるのがやっぱり鉄だったりとかガラスだったりとかを、軽いカーボンやアクリル、ポリカボネード、そしてボルト1本をチタンやら何やらっていろいろ軽くしていくとなるとですね、やっぱりお金、まああと時間もそれなりにかかるんですよね。あとですね、何回か私の動画を見ていただいて疑問に思われる方いると思うんですけども、なぜいつも普段からレーシンググローブをですね装着して運転してるかっていう、多分何人か何人もどれくらい疑問に思っている方がいるのか分かりませんけども、なぜかと言われますとですね、実はステアリングホイール、これを社外品に変えてるんですよ。社外品といっても全部が全部っていうわけじゃないんですけども、私の使っている社外のステアリングホイールのですね、まあ手で握る部分、まあステアリングホイールのグリップ部分なんですけども、この部分がバックスキンっていう素材になってるんですよ。いろいろネットで書いてあった情報なんですけども、素手で触り続けると手汗でベトベトするとかツルツルになるとかっていろいろ聞いたんですよ。なのでもう普段から暑苦しいグローブを装着してですね運転しているわけなんですよ。まあもう本当慣れましたけどね。まあそれでもグローブをしててもですね、右の方のステアリングの部分がちょっと若干ツルツルになりかけてるんですよね。まあこれはもう仕方ないことなのかなと思ってもう諦めてますけども、いやーそれにしても暑い。真夏にこの車をですね乗ろうとなると、もう汗をかける格好じゃないとダメなんですよね。絶対汗かくんで、でなおかつ汗をかくってことは水分が、もちろん体の水分が逃げるわけなので、スポーツドリンクは絶対必要です。なのでいつもこの車で日中夏ドライブするときはですね、必ず汗をかける格好であって、スポーツドリンクは必ず1リッターは最低でも持っているようにしてます。いやだからあれですよ、移動式のサウナですよ本当に。名古屋市内であればどこでも駆けつけて出張サウナサービスを行います。というのは冗談ですけども、本当移動式サウナですね。あれですあれあれ、二輪バイク、オートバイに似てる部分があるのかな。走ってる分には、窓を開けて走ってる分には風が入ってきてなんとか耐えることができるんですけども、日中信号待ちとかしてたらですね、熱気がムンムンなんですよ。バイクであればあれはもうエンジンの上にまたがってるようなものなので、エンジンの熱が来るじゃないですか。実はこの車もですね、それに似たような部分がありまして、エンジンの熱ではないんですけども、排気管の熱、まあ要はセンタートンネルのところにマフラーが、排気管が通ってるんで、それの熱が結構来るんですよね。
あ、なんで今センタートンネルも軽量化で内装もないので直に鉄板がむき出しの状態なんですけども、あの素手でずっとは触ってられないぐらい熱くなります。そんなわざわざ過酷な状況を作ってですね、少しでも車を速く走らせることを考えてやってるんですよ。まあ、ほぼ 100% 速く走るためにしか考えてない車です。しかもあえてマーチにこだわって、マーチいいですよ、パワーはないですけども車の軽さがあります。で、あとですね、私はいつもジャングルジム、ジャングルジムって言ってるんですけども、この車にはですね、12点式の、もともとは11点式の既製品を1本バーをですね、特注で追加した12点式のロールケージが入ってるんですよ。まあ、ロールケージっていうと、一番にはですね、一番の目的、装着する目的っていうのは安全性の確保です。サーキットで走ってる時です。サーキットって、結局車の限界を試すところではないですか。だから一歩間違えるとですね、即クラッシュ、廃車みたいなですね、ことになりかねない。まあそういうのがありまして、安全性を確保するためにロールケージなんか装着してるんですよ。ロールケージを装着する一番のメリットは安全性の確保です。まあその次にっていうとやっぱ剛性でしょうかね、車の剛性が上がるっていうところで、デメリットとしては車が重くなる、内装を全部取っ払った車なので、とにかく熱やらなんやらで、そのあと異音、あの音ですね、いろんなところから音がします。まあ普通車は何か異音が出たらなんか壊れかけてんのかなって思いますけども、いろいろとですね、やむを得ず音が出てしまうんじゃないかなっていうようないじり方にもなってるんですよね。あとですね、この車先ほどエアコンがないって言いましたけども、まあエアコンの中のクーラーですね、冷房がないってだけで、一応送風機、ブロワーモーターですね、風を送る、それとヒーターはついてます。まあというのも、本来であれば車を軽くするのであればこれらも取っ払いたいんですけども、車検ナンバー付きである以上ですね、フロントガラスの曇り止め、デフォッカーでしたっけ、これがないとダメということで、もともとついてる車をそれを取っ払うのはダメということで、これはあえて残してます。ただしですね、冬快適かと言われると、はい、あまり快適ではありません。まあどうしてかというとですね、車が全然温まらないんですよ、ヒーターがついてても。まあどういう話かというと、もともと車のヒーターっていうのは、車のエンジンを冷ます冷却水を使って、車を温めてます。要は車のエンジンを冷やすために使っている冷却水ってそれなりに熱を持ってるんですよ。まあその熱を利用してヒーターに応用し、活用してるんですよね。実はなぜ温まらないというかというと、要はこの車はですね、低い温度から、水が循環するようになってるんですよ。もともとの車というのは、ある程度冷却水って熱を持ってないといけないので、ある温度になったら、循環させるようなそういう仕組みになってるんですけども、この車はその循環させる温度をあえて低いところに設定してるんですよね。まあ、車詳しい人ならわかると思うので、ローテンプサーモスタットという呼ばれるもの、サーモスタットをですね、ちょっと変更してるんですよ。まあ変更するにはいろいろわけがあって、まあ早い段階で冷却水を循環させて冷却しようという、だから決して冷却効率が上がるというわけではないですよ。そこは勘違いしない方がいいですね。もう冷却の性能っていうのはラジエーターコアがほとんど、まあ性能としては占めていると思いますね。あえて低い温度のところをキープしようとしてますね。あの細かいところを説明すると、まあキリがないので、あえてちょっと簡単に、本当いろいろこんなことを話しているとですね、話が長くなってしまいますんで。それにしても暑い。
まあそんなわけでですね、まあだいぶ多分再生時間も長くなってしまえると思いますので、今回はこれで失礼いたします。では。